皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、一日、まあ、いろいろあったけど、楽しく過ごせました。木金、多分今日と明日かな。少し、ゆっくりできるかもしれない。まあ、カモなんで、また一件増えるかもしれないんだけど、できればね、ゆっくり、できるといいな、という、まあ、希望があったので、それは伝えてある。で、まあ多分大丈夫だと思いますよって言われたんだけど、休みではないんだよね。休みではないんだけど、他の人に代わってもらった。めんどくさいから。行っていけない方はないんだけど、なんかすげえバリバリしてんだけど、なんだこれはと。まあいいや。このバリバリって音は、気にしなくていいです。なんかが剥がれた音だから。何だろうこの音は。まあいいや。うん。まあ、なんとなくね、いろんなことが、まあ溜まってるんだけど、少しずつ消化してきてるんで、まあ、いいのかなと思います。まあ、休みの時にね、休まないとね、まあ、休みではないんだけど、まあ、なんていうの、半日休みみたいな感じ。そんな感じです。まあ、金曜日は金曜日で、ちょっとね、久々に、ちょっと、まあ、懐かしき人と会えるから、それがちょっと楽しみかなっていう。まあ、いろいろあるよね。まあ、楽しく頑張ります。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。